なんでなんでしょうね。グレープアイスクリームってないじゃないですか。街で見る iPhone のスクリーンの時計っていつも9時41分だし、飛行機を食べた男はいるし、この世界は不思議なことであふれかえっています。さあぜひご覧ください。ブドウをアイスクリームにすることが難しい理由はその 81% が水分だから。凍らせるとシャーベット状になってしまいます。またクリームの風味にブドウを合わせることを好まない人が多いというのもそれが少ない理由です。ニワトリとダチョウは遺伝子的に見ると今生きているワニなどの爬虫類よりもティラノサウルスレックスに近い種になります。プチプチする気泡緩衝材はもともと壁紙として使用するために考案されました。この商品は失敗に終わった後梱包材へと流用されることになりました。任天堂の歴史は古く、その創業は1889年と130年前。もともとは花札の製造会社で後にラーメン事業に参入したことがあります。フェリセットは史上宇宙を旅した唯一の猫。彼女は1963年に打ち上げられ、その後無事帰還しました。にゃん。エチオピアは独自の暦を使っており、その他の国に比べて7年遅れています。月によってはその遅れが8年になるんだそうですよ。ボーイング787のパイロットたちはエンジンが一気停止すると大慌てになるかと思いきや、結構落ち着いていたりもします。この機体は一機のエンジンで6時間半の間安全に飛行することができます。自宅のキッチンとダイニング、あるいはリビングを仕切る壁がない場合、そこが壁で仕切られている家庭に比べて世帯の食事量は増加します。世界で最も深いところにあるポストは日本のすさみ湾に存在しています。水深およそ10メートルに位置し、搭乗にはダイビングスーツが必須となります。キットカットの訳あり品はそのまま砕かれ、その他のキットカットの中身として利用されます。キットカットは共食いを制して世に出ていたんですね。恐ろしや。北朝鮮の琉球ホテルは世界で最も高い廃墟ビルです。その高さは330メートル。宿泊客もいません。月面への着陸を成功させたアポロ17号の飛行士の一人は、月表面のダストに対するアレルギーを持っていました。広告看板に登場する iPhone、iPad、Mac のスクリーンは9時41分に設定されています。一体どうしてなんでしょうね。犬の足からコーンチップスの匂いがする現象をフリトフィートと呼びます。特に踏んづけたわけではなく、犬の足に住むバクテリアが醸し出す匂いがそうなっているんです。1870年代、とあるベルギーの町で猫を手紙配達に利用する試みが行われました。合わせて37匹に訓練を施してみた結果、猫では時間がかかりすぎることが分かり、計画は頓挫しました。また彼らは好奇心が旺盛すぎて手紙をつい開けてしまったりしたそうです。そりゃ猫ですからね。 Google の社名は1の後ろに0が100連なる Google という数を社名にしようとした結果生まれました。検索エンジンから得られる膨大な情報量を象徴しているんです。 DNA は火に強いことが分かっています。科学者は希釈した DNA に様々な素材のコーティングを施しましたが、何一つ燃えなかったのだと言います。今空を見ても分かりませんが、宇宙からは塵や隕石、水星、太陽由来の物質などが1日あたり60トン降り注いでいます。海に眠る金の総額は771兆ドルにも上ると言われています。そしてその金は海底に存在しているのではなく、海水そのものに含まれています。地球で最も長い山脈はアンデス山脈ではなく中央海嶺。ほとんどは海に沈んでいますが、その全長はおよそ64,000km になります。体が1日で生み出す唾液の量はほぼ1リットル。唾液がないと世の中の食べ物の味を感じることはできません。熱気球の初飛行が行われたのは1783年で、乗客はアヒル、オンドリ、そして羊でした。ちなみに羊は旅が気に入らなかったらしく、やめてくれと叫んでいたとかいなかったとか。
古代都市ポンペイには壁に書かれたメニューから注文する方式のファーストフード店がありました。氷山は白や青に見えるだけでなく新緑に見えることがあります。これは鉄分を含んだ鉱石の粒が混ざることで赤い色味が足されるため、青と赤が合わさることで緑がかって見えるようになるんです。宇宙空間において宇宙飛行士の背は5センチメートル伸びます。これは背骨の関節同士が重力から解放されて緩むのが理由。再び地球へ帰還すると背はゆっくりと元に戻ります。1日おきに種類を変えてリンゴを食べ続けたとすると7500種あるリンゴを食べきるのに20年かかります。気をつけて、イタリアのエラクレアの海岸で砂のお城を作る行為は違法です。1970年代にとあるフランス人の男性が飛行機セスナ150を丸ごと食べたことがありました。部品ごとに行われたこのチャレンジは2年間を要し、その達成には彼の強靭な胃が不可欠だったんだそうですよ。よくわからん。ジャガイモは Wi-Fi の信号を吸収したり反射する力を持っています。そのためジャガイモは航空業界で機内の Wi-Fi 電波状況をテストする際に使用されるんです。 Wi-Fi ってちょっと美味しそうですよね。パレイドリアとは非生物に人の顔や動物の特徴を見出す心理現象のこと。雲がキリンに見えるのもこの現象の一つです。カブトガニは体中に10の目を持ちます。いくつかは口の付近についており、その他は甲羅のてっぺんや尻尾の先にまでついています。警戒よし。夜間に撮ったエッフェル塔の写真を販売する行為は違法です。エッフェル塔の夜間のライトアップは著作権で守られているんです。その昔アメリカ人は乾かしたトウモロコシの芯をトイレットペーパー代わりに使っていました。1800年代、ケチャップは胃疾患の薬として販売されていました。錠剤の形をとって売られていたものもあったようですよ。海の生き物ナマコ。ナマコは自分の身を守るために内臓を吐き出します。吐き出した内臓はすぐにまた再生するため、ナマコはその後も生きていられます。つまりガッツだぜっていうのはそういうことだったのかもしれませんね。カナダの町フェルモンの冬は非常に寒い上に7ヶ月続きます。そのためフェルモンの学校やカフェ、販売店などは互いにつながった構造をしています。このデザインによって住民は外へ出る必要がなくなります。アラキブティロフォビアとは、公害にピーナッツバターがくっつくことに対する恐怖症です。エクストリームアイロニングと呼ばれるスポーツが存在しています。シャツのアイロンがけを奇抜な場所で行うのがコンセプト。カヌーの上や険しい山の川、カーレース中の路上などでも行われます。誰が考えたんだ。近年のスクールバスは屋根が白く塗られています。これは日差しの強い日に車内温度を高めないための工夫。また屋根が白いバスはその他のドライバーからも見つけてもらいやすいという利点があります。防音マイクとは、特殊な円錐状の構造が付属したマイクのこと。大声で歌うのが恥ずかしい人向けにその歌声のほとんどをカットします。これほど矛盾した商品もなかなかございません。ホラー映画を見ると113カロリーが消費されます。これはアドレナリンが分泌されるのが原因で、体のエネルギーがそれにより消費されるんです。海岸で突然水が引き、海底が露出した場合、それは津波の前兆です。あ、待って、置いてかないで。アメリカで一般的なタイプの消しゴム、青い部分はペンではなく鉛筆用。分厚い紙に書かれた文字を消す際に使用します。ちなみにピンク色の部分から出たカスを取り除く際にも使えますよ。台所の流しのようなステンレスで指をこすると、調理後に指から漂うニンニクの匂いを消すことができます。大丈夫、指は消えません。キリンは黒い舌を持っています。科学者はこの色によって食事の際の舌の日焼けを防いでいるのではないかと考えています。オリンポス山は太陽系で最も高い山、それは火星に位置しています。標高はおよそ2万4千メートルで、これはエベレスト山の3倍の高さになります。2017年、アディダスは海のプラスチックゴミを原料とした靴を100万足販売しました。
一足の靴を作るのに必要なペットボトルは11本。ビーバーは目を閉じても水中を泳げるよう透明なまぶたを持っています。雷は通り抜けた大気の温度を2万7000度にまで高めます。これはなんと太陽の温度の5倍。ノミは体長の100倍の高さまで飛び上がることができます。ノミのオリンピックチームは開催を今か今かと待っています。ウェストバージニア州のグリーンバンクは携帯電話の使用が禁止されている区域です。電波が世界最大の完全可動式電波望遠鏡に干渉してしまうため、そのような措置が取られました。人は生涯で指の曲げ伸ばしを2500万回行います。途方もない数ですね。これは世界最短の航空便は57秒。スコットランドの2つの島、ウエストレイとパパウエストレイを結ぶおよそ 2.7 キロメートルを結びます。英語には明後日のことを指すオーバーモローという単語が存在しています。会話の種にどうぞ。もっともそんな話の流れになることがあるかは分かりませんが、知っておいて損はないということで、ノートルダム大聖堂の屋根に住む蜂18万匹が2019年の大火事を生き残っています。彼らの巣は2013年に蜂の数を増やす目的で聖堂の屋根に置かれていました。なんという幸運。ストラトローンチは世界最大の航空機。その翼幅は117メートルでフットボール場よりも幅がある計算になります。南極は定義上降水量の関係で砂漠に分類されます。降水があったとしてもすぐさま氷へと姿を変えてしまうことでしょう。フランスは国土の総面積こそアメリカやロシアより狭くなりますが、国内の標準時刻の数はずっと多く12に上ります。その理由はフランス領土が世界中の島々に散っているためです。幸福ホルモンのセロトニンの 90% はお腹で作られます。いちごはベリーではありませんが、アボカドはベリーです。2つを掛け合わせてストロボカドなんてものを作っては。最後の豆知識がこちら。イルカは睡眠をとる際脳を半分ずつ休めます。ですから彼らは常に捕食者を警戒するために片目を開けて泳いでいるんです。では次回お会いするまで私も片目を開けてお待ちするとしましょう。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。